こんにちは、ジュエです。高谷です。おはようございます。は,ますはい、ということで本日はですね、はい、え先日、山本さんに色々試着していただいたりですとか、今週末、まあ言ったら明日だね、はい、明日発売のニットとチノパンに関するですね、ディテール、こだわりを紹介した動画があるので、まずそちらの方を見てない方はですね、チェックしていただけたらなと思うんですけれども、今回は高ヤが来ているので、高ヤに色々と来てもらおうということでございます。 はい、まあねその前にもいつもね撮影していただいてかっこいい写真を撮っていただいている堀津さんとお会いしてですね写真とか撮っているので正直初見ではないし袖を通す足を通すっていうこと自体は初めてではないっていうのはあるんですけれども、まあ、実際にどういう風な感じのサイズ感っていうのを拓、まあ、ヤの方でですね着てみてちょっと試していただけたらなと思うのと前回はねちょっと天候が <laughs> そう<で> <laughs> そう悪くて、ニットの方もね、ちょっとやれたらなと思ったんですけど、雨が強くなってきたので、とりあえずパンツだけの紹介になったんで、僕もね、ニットの方を着ながら説明できたらなと思っておりますね。お願いします。じゃ、はい、早速行きましょうか。<laughs> 早いですね。 オープニング、テキパキと言って、スタイリングに行った動画今まで多分なかったんですけど、大丈夫そうですか、ね、逆に。いや、だって言ってるもん。山本さんとの動画で全部こだわりだったりとか話してるから、そこに関してはもう何も喋ることないから。それではじゃあ、はい、まあ、見てない方はそちらはまずね、ご覧いただけたらなと思います。早速じゃあ行きますか。じゃあ行きますか。お願いします。はい。ということで、レスゴうー、レスゴー。はい。ということでですね、まずこちら、はい、僕、グレーの M サイズを着用しております。 はい、今日も内田営業ですね。はい、あ,あ、そうですね。内田営業になってます。<laughs> もう日が暮れるのか早くなっちゃったんで、パンツはねもうせっかく同じ日に発売するということなので、まあ、こういう風にニットとシノパン。 を組みみ合わせてみましたサイジングで言うとスウェットとパーカーとは数値で見ると変化はあるんですけど着てみるとそんなに遜色ないというかあんまり変わらないですまあちょっと袖だけがね長いかなっていうような印象は少しあるとはいえただね生地感だったりとか着心地とか、まあ、その生地の柔らかさっていうところで生じてる部分もあるのでまあまあそこに関しては問題ないのかなと思ってます僕これ M サイズ着用してるのででパーカーもスウェットも M サイズ着用してるので僕のパーカーであったりとかスウェット 着用されててる方に関しては同じサイズで問題ないいと思いますで次にね拓ヤが着てくれると思うんですけど拓哉もエ l クセル着てるでしょあれはいパーカーだったりクルネックもエ l クセル着てるのでニットもエ l クセルでエクセルだもねはい、うん、着用してなのでそこに関してはサイズ落とした方がいい上げた方がいいっていうことは正直ないですのでまあ分かりやすいのかなと思いますこれ結構ね ずっと愛用してるネイビーなんですけど。<laughs> なんかわかんないけど、ジゲンさんネイビーに叩かないですかた,たまにこれ履いてるじゃん。あんまりこう説明はしてなかったけど、実はネイビーのパンツ全部これなんですよ。<laughs> それぐらい僕気に入ってるやつなんで。で、これが L サイズ着用ですね。L サイズで僕自身ちょっとウエストとかは緩いんですけど、まあアタッチメントつけてて、ちょっとクライミングパンツっぽいような感じにしてるので、調整はできるっていう感じです。ですから、まあ基本的に LX の2サイズとはいえ、かなり大きい机になってるので、まあ皆様が求めてる太さだ たりとかは適してるのかなと思ってます。ということでね、僕はこんな感じでございました。じゃあ、あたくや。お願いします。はい。はい、じゃあ、僕のターンです。こちらエクセル。で、パンツの方も。 今回こうやって僕動画で紹介するの初めてなんですけど、うん、こっちの方も XL の今、カーキの方を着用させていただいてます。はい、パンツめちゃくちゃいいんよ、うん。いいよね。形がね、やっぱりシノパンなんだけどドローコードがやっぱついてるとついてないの全然違う。そうだね。血ノパンなんだけどシルエットがまた違う感じがして、うん、これいいな。これちょっと動画初だけどちょっとここで説明していいかな。いっそ<え>、はい こうでしょうはいうはは。はい、見えますよね。やっぱり、レングス詰めてるって僕言ってるでしょ、はい、レングスを詰めなかったら、もっと、ちょっと極端な話、こんなたるみ、も、もっと、ぐちゃぐちゃぐちゃってなるんですよ。<ー>ドローコードついてますって多分、俺のブランドじゃなくても、売ってるブランドあるじゃない。い,ねはい。それに関しては本当にずらないとか、そういうのはあるけど、レングスが長すぎると、正直、ここのドローコードがあったとて、レングスが長いから、 それでもなおするんですよ。だらしなく見えるんですよね。<laughs> そこに関しては僕は配慮をして、あと、まあ、トレンドって言い方変だけど、レングス自体を詰めることでスッキリ見せるっていうか、ご自身が求めてる太さかつ足元がスッキリ見えるっていう。まあいわゆる、 まあ大人っぽいって言ったらまた変だけど、なんかそういう風な、そのストリートストリート。言いた聞い,いたことあるでしょ、はい、G ジーケンさんっぽいっす。<laughs> まとめると。<laughs> もうこれ見てた人はわかるから、ジーケンさんっぽいような竹缶あ,あ、そうですか。竹缶とかね。ストリートが好きな方も履けるけど、またちょっと違ったようなね。そうですね。履き方になるのかなっていう感じです。なんか、 思ったんですけど、ジーケンさんの丈感ではやっぱあるはあるんですが、うん、太さって言った面で言ったら、ちょっと俺少し太い感じです太いじゃないですか。うん、お客さんのことを思ってるパンツでもあるなっていう、ありますよねでも。まあ、そうだねって言っとくわ。見映えがいいからそっちの方が。<laughs> 違うんかいっす。<laughs> えいやでも、シノパンを作るにあたって今回ね、太さは欲しかったのよ。 普通の知能のレギュラーフィットというか、うん、そういう風なやつやったとて、僕の、じゃあ15オンスのパーカー、スウェットとかと合わせにくいだろうなっていう,うな<ー>で。まあ、それ本当に冗談みたいな言い方したけど、でも皆さんが履いてくれるっていう風になった時は、やっぱりこうちょっと大きめの感じかなっていう風なのも作る段階から俺も想定してたから、はい、だからそういうのも俺の考えとお客様の意向というか、要望というか、が相まってこの形にしたって感じ。渡りとかもかなり太かったりするんだけど、レングスは押さえてるっていうような感じ。だからもう 本当、レングスとか、長い短いだけで、本当に印象変わるから、そこだけは僕もかなりね、意識したって感じかな。で、僕自身、まあさっきも言ったけど、ちょっとでかいから、俺は。俺が履くと、ちょっとでかいっていうことは、まあ普通の一般の方々からしたら、はい、まあジャストに履けるっていうのもあり L のウエストはそうですね。そう,そうそうそう。僕でもやっぱりあるんですよ。XL。若干やっぱ、締めてる部分もありますからね、うん。ごめんなさい。本当はね、このパンツの回は終わってるから、<laughs> こっちの話したかったんだけど、あまあちょっとあの熱量が僕がちょっとあったから、すいません。まずはこっちの説明させてもらいました。 またニットの時出てきます？鈴木どうぞ。あいやもう出てこん。<laughs> 本当。<laughs> 出たがりみたいになっちゃうから。<laughs> ニットは実際どうですか？XL でしょ？着用してるの。ニットの XL です。やっぱりそのクルーネックだったりとかと、先ほどの従さんも言ったみたいに、ここの余り方だったりとかすごい似てる部分はあるんですけど、やっぱり素材って言ったところで、またちょっとクルーネックだったりパーカーと違ったような、着心地で、生地的には15オンスとかのと比べるとめちゃくちゃ薄い。 って感じると思うので、まあ、それこそ毎回最近ちょっと出てるユニクロのとかのねライトダウン。 とかを羽織ってみたりだとか、まあ、厚手のコートジャケット系を着てみてで中はちょっとこうこざれたようなニットっていうのが僕的にはすごくいいのかなと思うのでまあパーカースウェットめちゃくちゃ持ってるだろうからこういうふうなものも一個持ってるだけで全然雰囲気変わってくるよっていうような話ですねちょっとパンツネイビー僕しっかり履いてないんですよああなるほどネイビー履いていいですかいいかいいよいいよ。ちょっとネイビーちょっとこうニットのブラックに合わせてあ履きたいなと思いますはい はいネイビーです。うん、いいいいね。普段やっぱ履いてるかなって。いいなぁ。いや、太さ的にもすごくね。ちょっとね、やっぱ、俺が着るとか履くとかってなってくると、まあ、もっと細くしてんのよ。普通だったら。作るとしたらね。ねだけど、考慮したわけ。さっきの話もそうだけど、皆さんがもっと太いパンツが結構欲しいっていうふうな。 感じなんだろうなって思ってたので <laughs> 太くしたんだけどこれめちゃくちゃ俺の中でマキシマムに太くしてるっけどね <laughs> そうですよだって俺ちょっとわかんないでも正直、うん、だからいろいろなパンツとかを見てみてこのぐらいのサイズ感なんだとかこのぐらいの太さのものがこういう風な見え方なんだっていうのもある程度リサーチとかを俺の中でした上で決めたっていうような感じだからそれでめちゃくちゃ太いパンツを履かれているたくやがこういう 太さだよねっていう風に言ってくれるのは正直嬉しいですねいやねこれね GKIN さんのアパレルだからとかじゃないですよもう普通に毎日履いてたいね これ、マジでいいよね。めちゃくちゃいい。うん、毎回毎回ジガジ賛モード突入しますけど。ちょっと、ナイター営業なんで申し訳ないですけど、まあ俺も同じやつ履いてるんですけど、ちょっと見えるかな光沢感があるんですよ。<ー>知能なんだけど。艶があるってこと、ね、そう。艶だったりとか、まあここのベルトのアタッチメントとかの話もそうなんだけど、あとドローコードの話もそうなんだけど、知能っぽくないようなパンツにしたかったの。だけど、タックを入れたりだとかの知能要素も入れたりとかしてて、<ー>生地も知能だから、知能パンって言ってんだけど、あ、失礼しました。ちょっとシャカシャカ。<laughs> シャカシャカまではいかないけどい,やい,かない,いかないんだけどちょっとまたいつも多分加藤農園のパンツとかよりもまた少し色味は同じネイビーとはいえ色味は若干違うのかなって思うからそういったところもね注目してほしいしいいまあさっきも言えばよかったけどオリーブ方もツヤがあるような見え方になるので個人的にはすごくいい生地を選べたなっていうふうには思いますねいやいいっすね、うん、えじゃあせっかくだからもう一本じゃ履きなよいいっすかいいよいいよ あーこれね美食よこれめちゃくちゃいいね美食うん一回横見てもらっていいこの太さだからね <laughs> やばいよね <laughs> いいね このカラーでこの太さだから、ね。<laughs> ああ、そう,そうそうそう。この太さ、うん、いいね。もちろん太いものを売りにしてるパンツもあるけどさ、やっぱり僕自身こだわった部分っていうのがあるので、うん、さっきの話じゃないけど、いろいろなパンツを見て、僕自身が、あ、このぐらいの形がいいなっていうのを見た上でのサイズだから、まあ実際にはまった感じはするかなって思うよね。実際にその、まあネイビーもカーキの方に関しても、ドーコード絞ってると思うけれども、まあ、絞ったらそういう風な感じだも ちょっとたるみが出るというか感じかもしれないけど、はい、一回それでさドローコード絞らないでそのままステンポ落としてもらってもいいですか、ねうん なるほどなるほどまあこういう履き方も全然ありだけどねいやありですよ、うん、スニーカーは選びますね、うん、俺はやっぱ絞った方がいいかな、うん、僕も絞ってた方が好きですね本当に微妙な話なんだけどこのぐらいがいいよねそうですねめちゃくちゃ微妙な話なんだけど今最初に比べるとそ,<う>そのドローコードの締め具合もあの最初はきつかったんですけどちょっと緩めて、うん、締めてみましたそうそうこんな感じですねマジでファッションととかかかあって、まあ、すげえやかまししいいこと言うかもしれないけど ちょっとの変化というかちょっとの丈の長さとか短さとか、はい、色の組み合わせとかで本当にかっこよく見えればダサく見えるって、はい、本当にこうどっちに触れるっていうのもあると思、ね、うの、ん、か、うん、いやっぱ大事っすねマジで大事で実際じゃあタッグやった日にさ3色で言うと何色が好きですかいやね迷うんだよな自分がじゃあ買うとしたらにしようか買うとしたら正直ね 一本買おうかなってガチで思ってたんですよ。あ、マジで迷ってたんですよね。あ<ー>でネイビーは、うん、ネイビーで、好きだからこそ、うんあ、持ってるんですよ。まあ、タグヤのイメージもあるわね。そう。で、カーキに関しても、同じ色はないにしろ、うん、何かしらカラー持ってるんですけど、まあ、持ってるね。このカラーはね、今まで履いたことなかったし、<ー>美食じゃないですか。で、このシルエットってないじゃないですか。まあね。めっちゃ迷うやん。 めちゃくちゃ迷うやんいやーでもこのカラーかなもう挑戦的な感じだなじゃあん,なんかよくないですかだって、うん、いや俺はめちゃくちゃいいと思うよ僕はこのカラーっすね買うとしたらねほ、はいまあ、本当にどうしても1個だけしか買えません <laughs> 何買おうって思った時に <laughs> <ー>やっぱ選ばれるのはこのカラーですね普段ならネイビーとか選ぶんですけどまあまあねっていうのもなんでこういう話したかって言ったらいつもね頑張ってるしあれだからっつって1本ちょっと支給しようかなと思ってマジそう いいんすかいや、いい。じゃ、じゃ、これ、これでいいってことなえ、これでそういう感じ気持ちよくなあ、そうそうそう。いや、そうなったら、ど、うど、うどうするよ、じゃあ。これっす。いいよ、いいっすかいいよ、いいよ。そんな、俺も高い給料上げられないけど、現物支給ってことだよ。いつも頑張ってるってことだ。ありがとうございます。はい。いいっすか、本当に。いや、全然いいよ。ありがとうございます。はい。 <laughs> まあまあまあ、それで言うと、まあ、こういう風な色合いっていうのは珍しいっていうので選んでくれたのもあるだろうけど、一番は太さとかシルエットとかを皆様には見てほしいかなと思うので、タクヤの服装であったりとかシルエット、履いた感じっていうのをちょっと参考にしていただけたらなと思います、はい。もしね、170センチ以上でね、この動画を見て参考にならないという方に関しては、先日ね、僕のブランドをサポートしてくださってる山本さんという方がですね、完全に顔を消して出ていただいてですね、でその176センチかな <laughs> 山本さんはかなりシュッとした方なので、まあ、その方がですね L サイズと XL サイズを着用しているというような形になっているのでその参考にならないという高身長の方に関してはそちらの動画をご覧いただけたらなと思います概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします、まあ、最終的にはねパンツをかなりね喋ってた動画になったけど今回動画紹介したかったのはもうニットですからね <laughs> <laughs> そうかそ もうかなり僕としてはすごくこだわったものになっていますしあるスニーカーのデザイン自体をちょっとこうインスパイアさせてもらったっていうような感じなんですけれども、まあ、今ねリーボックのタイレル・ウィススとか、はい、と合わせてるのでそのインスパイアしたモデルのメーカーと違う靴を履いてるとはいえ全く問題なく組み合わせられてるっていうのもポイントなのでそこに関してもですね靴を選ばないっていうところもポイントですしスウェットパーカーとは違ったような雰囲気を出せるっていうのも今回僕が2と出す 理由としてもあったのでまあぜひねチェックしていただけたらなと思いますということでエンディングいってみましょうはい、行きましょうはい、ということでですね、はい、来ていただきましたちょっとね、時間的にももうまた暗くなってきてナイター営業での、えー、スタイリングの動画だったと思うんですけれども、はい、実際に来てみてどうでしたまずね、うんあ、ありがとうございます あ、パンツあ、いえいえ。いやちょっとね、そのボーナス的なものっていうのはちょっと今考えてないから、もう今言っちゃうけど。<laughs> <laughs> まあまある意味ボーナスですか、ね、まあまずごめんなさい。ちょっと現物支給的な感じになったので、申し訳ないですけども。ありがとうございます。まあちょっとぜひ履いてください。これね、僕だけじゃないと思います。お客さんも全員迷うと思いますよ。 ニットはどうですかニッ,トニットに関しては普段ニットを着てなかった方も多分結構多いと思うんですよまあね、はい、も俺もその印象あるわな僕もその一人だったんですけど入りやすいってなった時はやっぱブラックの方が入りやすいのかもしれないですあ合わせ方とかも含めてね全部含めた上でただグレーも GTN さん今日着てくれてると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ渋い。 あそそそうそうそうなんかねねちょっとてうのクロート感あるよ、ね、多分初めて着る人も見慣れてないだけで実際この客観的にいろんな方から見たら、うん、絶対かっこいいからだと思うので、うん、グレーのニットってねやっぱ着方によってはですねちょっとまあおじさん臭いみたいな印象も伺かえるかもしれないですけどだそういうのに関してはジャケットとか、まあ、そういうわかんない例えばまたねインナーダウンベストみたいな話になりますけどそう,す、ね、そういったのでアイテムの組み合わせでそういったのを払拭しつつですねスタイリングとか楽しめると思いますんで、まあ、僕的にはおじさん 感あるななってていう印象マジでなくて自分自身作ってみて、これマジでかっこいいなって本当に純粋に思えたものなので、まあ、ブラックはね、今、拓ヤが言った通りで、まあ、誰もが合わせられるようなカラーだったりすると思うんですけれども、グレーに関しても本当に僕自身も押せるし、なんなら僕と山本さんはね、グレー一押しみたいな感じで。なところですね。そう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 。これめちゃくちゃ渋いやんみたいな話してるんで、本当にお好きなカラーを選びいただけたらなと思います。はい、はい。で、また改めてね、詳細説明させていただくと、まあ、スウェット そしてパーカーですね。に関しては M から 2XL サイズの4サイズ展開で展開してたりするんですけれども、ニットに関しては M、L、XL の3サイズ展開になってます。ただ、先ほども言ってると思うんですけども、サイズ自体の寸法ですね。もう、スウェットとかパーカーの数値で見ると変わってはいるけれども、俺は M サイズ。ニットも M サイズ。 タキヤもパーカー、スウェットは XL だけど、ニットも XL で良かったと。はい。お互い変わらずですね。っていうことなので、スウェット、そしてパーカーを持ってらっしゃる方に関しては、同じサイズ感でいいかなと思います。で、2XL サイズをスウェット、パーカーで着てる方に関しては、じゃあないんじゃないかっていう風な方もいらっしゃると思うんですけども、正直、ダボつがせて着るようなアイテムではないので、ニットに関しては特にね。<laughs> ですから、まあそういった面に関しては、サイズを上げる、下げるをしなくていいとは言ったものの、もうめちゃくちゃ大きく着てる人に関しては、XL でも 問題なないいのかなと思いますねもちろんサイズ感の好みとかもありますからそこはねご自身でお見せしてるスタイリングとかを見た上でですね判断いただけたらなと思いますねはい、はい、続いてパンツに関しても L と XL これはね M がもうないんですよもともと 2>, 2サイズ展開になってます前回の動画とかでも喋ってるんですけども L サイズで僕着用して先ほどお見せしたようなシルエットだったりするんですけどもあれに関してもねもう正直めちゃくちゃ僕の中では太いなっていう印象です僕が履く分には <laughs> だけど L だからまあそうだよなとか思いながらって感じです ワンサイズ上がってますからね。そうそう,そうそうそう。だから、サイズね、いつも僕が思うに、パンツ自体はそんな太くなくていいかなって勝手に思ってたけど、やっぱパンツも太い方がいい、大きい方がいいっていう人たちが結構いらっしゃるんだなって思って、そ,ね、その、今回、その L と XL の2サイズ展開っていう風な判断にしたっていう感じですね。ですから、ま、あ L サイズで僕ぐらいの身長であれば、ああいうぐらいな感じになります。168.5の拓ヤが履くと、XL でああいう感じですね。先日ですね、アップさせていただいた山本さんが履いた 動画に関しては一応1 7 6センチなんですけれども L と XL サイズ両方履いていただいてたりするのでちょっと僕らよりも身長が高くて参考にならないという方に関してはそちらの方チェックしていただけたらなと思います、はい、お願いしますお願いしますお値段が1 9800円税込みになりますので両方ともですねそちらの方ぜひねチェックしていただけたらなと思いますまあそのぐらいですかねこの動画が上がってるタイミングではですね僕の w e b ショップの方では商品ページがもう掲載されていますのでそちらの方また改めてですねチェックしていただけたらなと思います改めて言いますと明日の 12月の3日土曜日ですねのえ19時から概要欄に入られている僕のウェブショップの方で今回のリットそして血のパンツが発売となりますので何卒よろしくお願いいたしますお願いしますはい明日はですねまた堀さんが撮っていただいた写真を見ながらですね改めて自分らなりのコーディネートのお見せしつつちょっと説明だったりとかその撮影秘話と言いますか裏側みたいな話をできたらなと思いますので2日連続ねちょっと商品告知動画みたいになってしまうと思うんですけれども明日もぜひチェックしていただき つつぜひ気になる方はですね明日の19時購入していただけたらなと思います。ということでここまでさせていただきます。はい、おし